こないでありがとうね。何でしたっけ。ああ、見てもらって。ああ、大丈夫でした。爪を切ったものだ。こうやって溝のところをこうやったらほら、きれいに取れるの。へえ、ね。はい、どうもこんにちは。スーキチーズキッチンのお時間です。今回使う食材はこちら。でん、あ、さつまいものつるでございます。こんだけ取ってきました。さつまいものつる、この葉っぱではなくこの茎の部分ですね。この茎の部分を食べていきたいと思います。今回はですね、まあ煮物とかね、お浸しにするのは普通かもしれないんですけど、僕の場合は、レシピ見てたらですね、芋づるの、わさび醤油漬けっていうね、なんかめちゃくちゃうまそうなものを見つけたので、今回はそれを作っていきたいと思います。はい、ではまず下処理なんですけど、近所のおばあちゃんからはこのね、皮をまず剥くんだと。で、水に浸すと、一晩浸してアクを抜くんだということをね、教わったんですけど、今回なんか調べたら、人によってはなんか皮ごとやってる人もいるんですね。これ皮むくのね、結構めんどくさいんですよ。で、まあ、できれば皮むきたくない。でも実際どうなん、皮むいた方がいいのかっていうのがちょっとわかんないんで、まあ、今回2通り作っていきたいと思います。はい、ではまず下処理やっていきたいと思います。はい、結構簡単に皮は剥けますね。いや、これ剥いててなんか気持ちいいんですけどね、ものすごくめんどくさいです。皮むかなくてよかったら本当にそっちの方がいい。まあこんな感じでどんどんやっていきます。はい、終わりました。右側がですね、皮を剥いた方です。ものすごく時間かかりました。ただやっててすごい気持ちよかったです。左手が、皮剥いてない方ですね。はい、それでは最初のステップなんですけども、まず水につけます。おばあちゃんからはね、一晩水につけてって言われたんですけど、なんかね、調べてみると5分ぐらいつけるっていうパターンがあったんで、人によってはそういうやり方もありなんじゃないかなと思います。まあとりあえず今回はおばあちゃんに言った通りに、一晩つけてみようと思います。はい、はい、じゃあこれを冷蔵庫に入れて一晩置きます。沸騰した湯に塩を入れます。ほいっと、じゃあ一晩つけた芋づるを入れます。はい、これで2分です。ただ見てると5分って書いてあるところもあるので、まあ2分から5分適当にやってください。それでは一回水を切って、はい、水にさらします。これで OK です。これで芋づるの下処理は終わりです。まあ、この後は適当な大きさに切って、お浸しにしたり、炒めてもよし、でなんか漬物にしてもよしでございます。皮剥いてない方も同じやり方でやっていきますんで、準備するのはわさびと、はい、醤油とみりんでございます。量はもう適当にやります。では芋づるをまずカットしていきます。適当に切ってきますよ。はい、じゃあこのタレの中に豆乳、本当はなんか袋に入れてやった方がいいですからね。はい、どうも出来上がりました。はい、じゃんと、こんな感じでございます。
こちらが皮剥いてある方ですね。でこっちは皮剥いてない方です。はい、じゃあ実際に食べてみたいと思います。じゃあまず皮剥いた方から食べてみます。うん、いただきます。うまいです。あのね、ふきと比べたらちょっと硬いかなっていう感じで、そのつる自体の味はほとんどなんか感じないですね。本当にあのふきをねイメージしてもらったらいいと思います。全くなんか雑味なしで、はい、非常に美味しいです。じゃあ続きまして皮むいてない方。うん、これはこれでありです。あのね、さやいんげん、いんげんと同じ食感です。で味はなんかね、皮がある分ね、ちょっと何か味を感じます。あ、嫌な味ではないです。これはこれで普通にうまい。僕はね、皮剥いた方が好きです。味が染み込んで味が濃いからなんですけどね。ただね、皮剥くのがすごい大変なんですよ。めんどくさい。ただね、あの皮むかなくてこの味だったら、これからまあ皮むかないでいくかなって思います。で今回多分 2,3 分しかね茹でてないんですけど、もっと5分ぐらい茹でればね、もうちょっと柔らかくなるんじゃないのかなって思います。まあさつまいもね、栽培する人がいればちょっとお試しください。はい、非常に美味でございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。はい、良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、